どうもブラックマックチャンネルのマックです。今回の動画は初めてのアマゾンフレックスということで、アマゾンフレックスを始めました。始めようとしたきっかけとしては、埼玉県に引っ越してきて数々の荷物を運んできてくれた運送業の皆さんがとても気持ちよく荷物を運んできてくれたお返しをしたいと思い始めました。あと自分で日時をある程度決められることや服装も自由というのが選んだポイントの一つでもあります。で、時期や時間帯なんですが、これは2月の後半で平日の17時45分から21時45分のブロックで4時間の配達になります。で、私は運送業配達業務の経験というのは一切ないので、全くの初めての仕事になります。はい、それでは配達をしている、動画を見ながら、流れや感想をちょっと話していきたいと思います。まず流れとしてはですね、Amazon Flex のアプリをダウンロードしたら必要書類を揃えて登録を済ませます。で、それが完了したらアプリで予約オファーですねを入れます。で、その予約を入れた当日になったらアプリを開いて自分の予約を入れた倉庫へ向かいます。で、ここで私の場合は Amazon と書いてある建物に入ったんですが、受付の方にここでは取り扱っていないからもう一つ向こうの建物だよと言われました。そんなことってあるんだと驚いたんですけれど、早めに出発していたので予定時刻にはしっかりと間に合いました。で、倉庫に車を停車させると、黒いベストのお兄さんが受付の仕方やアルコール検査の方法、アプリの使い方等、あと荷物の積み込み方ですね、とても丁寧に教えてくださいました。で、今回は4時間のブロックで荷物は40個でした。お兄さんが初めてなので40個全部は難しいと思いますとおっしゃってました。そして出発という流れになっています。で、持ち物の話になります。1つ免許証、2つペン、3つスマホ、4つ水分、5つモバイル充電器。モバイル充電器の補足ですけど、置き配の場合は写真を撮る関係で車の D1 電源から充電していると厄介なので、モバイル充電器がいいのかなと思います。6つ目、夜の場合はライトが必須かなと思います。で、これも補足なんですが、帽子かなんかかぶってたらキャップにつけられるヘッドライト、あと頭にこうかぶせるようなタイプのヘッドライトがあると便利かなと。両手がね、塞がらないものがいいんだろうなと思います。次に感想になります。初回の配達なので4時間40個はおそらく優しい個数なのだと思いますが、自分には到底無理だろうなと思っていました。ただ仕事なのでやるからには初回だろうが何だろうが一生懸命頑張ろうと思っていました。結果だけ先に言ってしまうと、時間内に40個の荷物を全て配達してきました。しかも約1時間余らせて実質3時間で40個の荷物を全てお届けできました。そのうちトイレ休憩1回かかり、で、この全部時間内に届けられたというのもいろいろな理由があると思っていて、理由の一つ目というのが、平日の夕方から夜の時間帯にかけての配達だったため不在がなかったんですね。ご不在票を書かなくて済んだというのは大きいかなと思います。で、理由2つ目、直接手渡しが少なくほぼ置き配規定だったということですね。置き配はやっぱりこう玄関のチャイムを鳴らしたりとかすることないので、どん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 荷物を置いていくことができます。で、理由3つ目、初回の配達のため比較的荷物の届け先が近場だったっていうことと、個数が少なかったこと、主にこの3つの理由が時間内に全ての配送ができた理由だと思います。ではその配送している間の
まあ、困ったことだったりトラブルっていうのもやっぱりありまして、一つ目が Amazon Flex のナビアプリっていうのがあるんですが、届け先の方の名前まで表示されるんですね。ただ新しく引っ越してきた方の名前までは反映されていない関係で、そういう場合は見つけるのが大変でした。新築の建物もね、表示されていないかったので、そういう場合はちょっと時間がありました。2つ目、届け先の隣の部屋の方が引っ越し最中だったため、通路を大きなソファーで塞がれていたので避けて配達をしました。これがまた勝手にやっていいのかどうか分からなかったので結構大変でしたね。で、3つ目、運転中に犬の散歩中の飼い主さんがリードを離したのか切れたのか、犬が自由に走り回って引きそうになってしまいました。まあこれはね、珍しいトラブルなんだろうなと思います。で、4つ目、荷物40個を3時間で下り終わったものの、倉庫側のミスなのか1個荷物が漏れていたので自分の車のカーナビで届けました。これはね、まあたまにあるみたいなんですけど、まあ焦らず対処できたので良かったかなと思います。5つ目、アプリナビは Bluetooth 接続なので、配達するためにエンジンのかけ直しをすると、車の Bluetooth オーディオがいちいち反応して面倒でした。なのでね、途中からはね、エンジンかけっぱなしで荷物パッと置き配して、すぐ戻るというような形を取りました。6つ目、これが一番ね、手こずったんですけど、表札に名前がないことですね。これしんどかった。地図アプリでは目的地になっているんですが、表札でしっかりと確認してからでないと置き配できないので、住所が記載されている場所を探すのがとても大変でした。で、配達をしていて良かったこと、1つ目、置き配がほとんどなので個数をさばきやすかったです。置き配の際には荷物の置き方を見つけやすく取りやすい場所にと意識しておきました。2つ目、まあ、田舎というかね、こう、地方なので、夜の小道は車通りが少ないのでね、ちょっとスムーズに運転ができたかなと思いました。3つ目、直接手渡しのお客様の反応が見られる。まあ、もちろん無愛想な方もいらっしゃったんですけれども、中には楽しみにしていたからよかったなんて言葉をもらえるとほっこりしました。4つ目、置き配指定をしているお客様が備考欄に丁寧にメッセージを書いてくれています。例えば、駐車場から玄関までが狭いので気をつけてくださいとか、こういうメッセージがね、とても温かいし、目的地を一層わかりやすくしてくれます。あとはポストに、配達いつもありがとうございますというメッセージを手書きでね、ポスト1個に書いて貼ってあったのも嬉しかったですね。で、5つ目。全部配達を完了すると独自できる。まあね、ボックス、あの荷物がたくさん入っている箱があるんですけど、まあ、持って帰って後日返却すればいいので、荷物を全部配り終わったら帰れると。荷物がまだ残っている場合は、またね、倉庫に戻って、その荷物をね、倉庫に置かなきゃいけないんですね。はい、次に、この仕事をする上で個人的に感じた必要な力を何点か挙げさせてもらいます。1つ目、運転技術ですね。安全運転技術。教習所でも習った通り、かもしれない運転っていうのを常に行うことが大事です。これが一番大事なんじゃないかなと思いました。荷物をね、いくら速いスピードで運べても、事故を起こすのは意味がないので、まずこの技術というのが必要だと思いました。2つ目、精神力。時間内に全部配り切らなきゃいけないというプレッシャーの中、時間の経過を意識しながらも地図アプリを確認して、常に運転、常に乗り降りを繰り返しながら荷物を間違えずに届けるのが仕事になっています。時間指定の荷物があればなお意識することは増えます。ちなみに最初のスープを配るたびに車に戻ってきた時に私の口からずっと出てきていた言葉はやばいです。この精神力はね、ちょっと必要なものになるのかなと思います。まあ1回目だったんだね。慣れてきたらここまで必要なのかもしれないですか。というところで。で、3つ目。適度な体力。
これは時には3階の建物まで階段で上り下りも経験したので、アパートやマンションが多い場所では特に必要になってくるかと思います。他にも、ね、出したらキリがないんですが、主に必要だなと感じた3点です。で、次はおまけ。たったの4時間、まあ、実際に働いたのは3時間ですが、初めてだったのもあり、家に帰った時にはヘトヘトでした。で、荷物はバーコードや QR コードで管理をしているので、アプリとの連携がとてもスムーズで困ることはなかったです。で、2月後半でまだ肌寒い季節だったのにもかかわらず終始動きっぱなしだったので、 T シャツの上にトレーナーを着ていましたが汗かいてました。 T シャツ一枚で十分だったように感じます。で、総走行距離は約43キロで、そのうち18キロは家から倉庫、最後の配達した場所から家という形だったので、実際に配達のみで移動した距離としては43キロ18キロ25キロという形でした。で、今回の時給は2000円前後でしたが、繁忙期だと3000円前後になるそうです。で、これがね、高いか安いかは人それぞれ考え方ではありますが、1回のみの経験としては裏付ける金額かなと思います。なんだかんだ言ってもハードっちゃハードなので、辞める方が多いのもわかります。事故を起こしてしまったらというデメリットが大きすぎますからね。まあ、車としてのデメリットも、発車と停車を繰り返すのでエンジンへの負荷やブレーキパッドの摩耗、燃料の減りも当然早いと感じます。でね、3つはね、しっかり開けておかないと大きな目標を決めるので、中途半端に開けるよりもしっかり開けておいた方がいいかなと思います。まあ、以上でね、私が Amazon Flex 初めてやってみて感じたことをまとめてみました。まあ、2回目以降も、動画撮っていきたいと思うので、よかったら見てください。長い時間ご視聴ありがとうございました。